NHK ヘッドラインです。今週のマーケットの振り返り、そして来週の展望、有望銘柄のピックアップです。まずは今週のマーケットですが、10月の第1週を迎えまして、日経平均は4勝1敗となっております。日足のチャートで見ていただくと、こういった形ですね。先週までの陰の極、このあたりですけども、そこから一転してですね、日経平均は終初から大きく値を戻す展開となっております。昨日までの4連騰、なんと1374円幅の上昇となっておりました。本日はですね、引け後のアメリカの雇用統計の発表、それとですね、3連休を控えているということもありまして、様子見気分の強い展開、しかしながらですね、昨日のニューヨークダウが346ドル安、これに比較しますと、底堅い動きとなりました。再びですね、じわじわとこう円安が進むというところで145円台に、再び進行しておりますが、これを手がかりにですね、輸出関連株には堅調なものも多く見られました。業種別指数、騰落率、当初、33業種中プラスとなったのは陸運と海運のみという形です。言うまでもなくこの銘柄、インバウンド関連ということが言えます。円安はですね、訪日外国人にとっては購買力拡大、つまり国内関連産業には需要拡大につながるということもあります。そして連休明けの10月11日ですけども、ここは水際対策緩和、それとですね、全国旅行割スタートの日となっております。市場にとってはですね、不安の3連休、こういったことも、言えるとは思いますが、インバウンド関連にはですね、期待に満ちた時間ということも言えるのではないでしょうか。この日経平均の日足のチャート、一目均衡表を、照らし合わせてみますけども、こちらを見ていただくとですね、CPI ショックと呼ばれたこの9月の半ば、ここからですね、5日移動平均線、ここの下に潜り込んで、なかなか上に上がれないという日々がこうずっと続いておりまして、ここですね、10月の3日には 25,621円、10月の3日にはつけております。この下ヒゲを引いて、ここから反転、大きくギャップアップを見せて、上昇というところで 27,399 円というところまで反転を見せております。この頭を押さえられていた5日移動平均線を一気に飛び越えて 27,000 円台。9月の15日以来、パラボリックという、テクニカル指標があるんですけども、これも要点を示し、ということで、テクニカル指数の好転も見られております。次はですね、このあたりにこう集中している25日移動平均線、それと75日移動平均線、200日移動平均線、ここを抜けてこれるかというところがポイントになりそうです。ただですね、その上にはこれ見ていただくとよくわかるのですが、分厚いですね、一目均衡表の雲領域、ここが控えておりますので、ここが一つのポイントとなろうかと思われます。これをですね、週足のチャートで見ていただくと、この形ですね。先週末と比較しますと、日経平均でいうと1178円の上昇、そしてトピックスは70ポイントの上昇、NT 倍率は 14.22 倍に拡大しております。騰落レシオは 88.27% と、100% に徐々にこう近づいているという形ですね。週足のチャートで見ていただくと、この大陽線、上下にヒゲは伴っておりますが、だいぶ形状は良くなってきているというところが伺えます。この状況を踏まえて、今回ですね、注目銘柄を2銘柄ピックアップいたしました。まずはこの銘柄、こちらは日油ですね。証券コードは4403となります。自社株買いの発表が期待できる銘柄として、10月5日付で三菱 UFJ モルガンスタンレー証券がですね、ストラテジーレポートでも取り上げています。8月に発表した第一四半期、4月から6月期ですけども、この段階では 40% 営業増益、
そして 51.7% の経常増益、経常増益ですね、となっているものの、今3月期はですね、通期では 3.1% 営業増益、営業減益、そして 5.4% の経常減益と、予想を変更しております。前期同様にですね、大幅増益での着地が期待されてくるというところです。この銘柄、4月から6月期、医薬用製剤の原料の出荷が急拡大しておりまして、主力の機能化学品事業、それとトイレタリー関連も需要好調だったということです。9月5日付ではですね、みずほ証券が目標株価を6000円から6200円に引き上げております。現在5300円ですから約1000円近く上というところですね。意外性のありそうな手がかり材料というのがもう一つ、挙げられます。それはですね、先日日本経済新聞の方でも取り上げておりましたけれども、国の主導で自衛隊の使う火薬の量産体制を整備すると、言ったことが挙げられておりました。これは主にですね、火薬生産を担うというのは旭化成と日本火薬、この両社が出資している火薬ジャパンという会社があるんですが、それとこの日油というところですね。特にですね、先ほどの火薬ジャパン、これは3月1日に大規模な爆発事故を起こしておりまして、この日油の役割が非常に大きくなると見られております。防衛費大幅拡大方針というのも相まって、防衛関連への関心というのはこの先も高まってきております。人気化しても不思議のない下地がある銘柄と言えるのではないでしょうか。チャート形状もご覧のように下値を徐々にこう切り上げてきているというところですね。現在は一目均衡表の雲の中に踏みとどまっているというところです。日油でした。もう一銘柄はこちら。このチャート形状を見ていただくと、まあ、ローソク足は数本しかありません。まあ、直近上場銘柄ということになります。プログリッド、証券コードは9560です。9月29日 IPO となります。英語コーチングサービスと、あとはシャドーイング、これに特化したサブスクリプション型の英語学習サービス、これを展開しております。岸田首相がですね、10月の3日所信表明演説の中で、個人の学び直し、いわゆるリスキリング、これにですね、5年間で1兆円を投じると述べたことを受けまして、関連銘柄として人気化しております。今後もですね、折に触れて話題になる可能性が高い銘柄ですね。3ヶ月プランで約60万円、まあ、価格設定は高めとなっておりますけれども、上場後は法人研修市場に力を入れるとしておりまして、業界のリーディングカンパニーを中心に導入が広がる期待があります。コーチングサービスに比べてですね、安価な価格帯で展開する、サブスクサービス、スピーキングやリーディング、あとは単語学習など各課題に特化した新規サービスも検討中です。コロナ禍で人員、それと拠点の適正化を図り、利益体質はコロナ前よりも改善されているということです。今後が楽しみなプログリッドです。それとですね、来週ですけども、来週の展望としましてはですね、やはりこの連休明けの雇用統計、この結果を受けての展開、それとですね、次は13日にある CPI を警戒といったことが、トピックに挙げられようかと思われます。特にですね、今夜発表のアメリカの雇用統計、まあ、これをですね、発表を前に相場の方も様子見という形になっております。市場の反応が注目されます。日本では3連休となることから、火曜日以降ですね、今度は CPI の数値を警戒する動きとなりそうです。アメリカ10年債の金利ですけども、まあ、一時はですね 4% 台をつけというところも見られました。一体今は落ち着きを見せておりますけども、経済指標の動向を睨みながら、まあ、再度上昇を見せるようですと、日米ともに神経質な動きも想定されます。3連休を控え、そして今夜のアメリカの雇用統計、まずはここが注目となりそうです。以上、NSJ ヘッドラインでした。